イギリスの航空事故調査局は、イギリスの航空事故調査機関。i イブの調査官は3つの専門に分けられており、第一式順位基調を経験した者は、オペレーションズインスペクターとして、操縦系統に習熟している者は、エンジニアリングインスペクターとして、アビオニクスに詳しい者は、フライトレコーダーインスペクターとして、調査に当たる。i イブは、運輸省の支部で、 ハンプシャーのファーンバラ空港に本拠地を置く。イギリスにおける航空事故調査の始まりは1912年、イギリス飛行クラブが発行したサリーにあるブルックランズで発生した死亡事故にまつわる報告書に遡る。i イブは1915年にイギリス陸軍航空隊内に設置されたアクシデンツインベスティゲーションブランチが前身となる。ジョージ・バートラム・コーバーンは 事故調査官となり、戦争省の軍事航空局長に直接報告を行っていた。第一次世界大戦の終戦後、民間航空局は空軍省を設立し、i 部はその参加となると同時に、民間及び軍事すべての航空事故を調査することとなった。第二次世界大戦後は民間航空省が設立され、i 部もその参加となった。しかし、 イギリス空軍の事故調査に当たるなど実情に変化はなかった。その後貿易産業省などいくつかの省の下で調査を続け、i イブは1983年運輸省参加となる。1987年11月には名称を現在の航空事故調査局に変更する。2002年には運輸省の一部門として改祖された。i イブには49名の職員がいる。また、 i 部の調査官は、下記の3つのうちいずれかの役割を担うことになる。調査に対して、行政的な支援を行う調査支援ユニット、また、事故の一報を伝える情報ユニットと、管理責任者も置かれる。i 部の行政スタッフは、運輸省の職員であり、英国の公務員ガイドラインにより雇用される。i 部は、事故あるいは、重大インシデントの2つのカテゴリーに沿って、 調査を行う。事故は、致命傷や重傷を負った人がいるなど人命に関わるものや、航空機が損傷したり構造に異常が発生している、あるいは行方不明になるなどの全損の場合にあたる。重大インシデントは、事故につながるようなインシデントを言う。IVE は、イギリスとその海外領土で発生した民間航空機の事故と重大インシデントの調査について、責任を持つ。 アンギラ、バミューダ諸島、イギリス領、バージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル、フォークランド諸島、モントセラトと、タークスカイコス諸島がその海外領土となる。その他、国外での事故調査であっても、英国籍の航空機や英国で作られた航空機、英国の航空会社の事故調査や、事故調査国から要望のある場合は、調査に当たる。アイブ本部アイブの本部は、 ファーンバラとエルダーショットの間にあるファーンバラハウスに置かれ、建物はファーンバラ空港の敷地内に位置する。およそ1.75ヘクタールの敷地に3つの建物と駐車場が置かれ、ファーンバラ空港の主滑走路の南にある林の中にある。i 部の建物は L 型をしており、2階建てのオフィスビルと格納庫がある。建物にはオフィスと音響に関する研究所、 レクチャー用のシアターが設けられている。2012年より敷地内に鉄道事故調査局の支部が置かれている。英国公的機関改革の最近の動向。内閣官房。2020年7月2日閲覧。ありがとうございます。